茨城県立総和工業高等学校は、茨城県甲賀市に所在する公立の工業高等学校。通称、総和校と呼ばれている、機械技術の基本的知識を授業や実習を通して幅広く学習します。旋盤溶接、内燃機関等の実習、カナダドルや CNC フライスの先端技術の学習や資格取得にも取り組んでいきます。そして、 技術革新の時代に対応できる技術者の育成を目指しています。工業立国日本は優れた生産技術をもって品質の良い製品を作ります。この製品を作り出す設備や方法は電気電子、情報、機械などの技術に支えられています。電子機械化ではこれらの広い範囲の技術について学びます。現在、ものづくりは IoT の時代と言われています。 本校電機科も IoT に対応し、2年生までに電気技術、3年生で情報技術について学習し、企業で即戦力として働ける技術者の育成を目指しています。電気工事士の資格も取得可能です。2018年以降は省略。辻竹春2019年から2020年、勝田茂2020年、ありがとうございます。